セブン,ア,ンアイホールディングスセブンイレブン、セブンイレブン、セブンイレブンはアメリカでコンビニエンスストアを展開するセブンアイグループの企業、テキサス州オーククリフで1927年にオープンした氷売販売店が始まり、1927年に氷小売,売り店のサウスランドアイスカンパニーとして創立。当時のアメリカでは電気冷蔵庫が まだ普及していなかったため、周辺住民にとって保存用法理はなくてはならない存在であった。同社の販売を任されたジョン・ジェファーソングリーンは常に来客へのサービス向上に関心を持ち、夏の時期には週7日、毎日16時間の営業を行った。この試みは地元の人に高い評価を獲得した。ある時に来客から 食料品や調理器具などの日用品も扱ってくれると便利だという声を聞き、ジョンは本社へ提案を提出。同社もこれに合意した。これが7-11の原型となる。現在、コンビニエンスストアと呼ばれる、こうした小売形態の店舗は、当初はトーテムストアと呼ばれた。トートアイムはトートゼムの短縮型で、買ったものを運ぶの意味である。 これにちなんで店舗の庭にトーテムポールを建てたり、店舗の側面にトーテムポールの絵を描いたりしていた。1946年には朝7時から夜11時までの営業時間にちなみ、店名を7-11に変更した。アメリカセブンイレブンの店舗マークや看板に使用されている3色のイメージカラーは、グリーンが砂漠のオアシスを、赤が夜明けの空、開店時間の7時を、 オレンジが夕方の空、閉店時間の11時を表している。これらのイメージカラーは一部店舗を除き、世界中で使用されている。キャッチフレーズはサンクスヘブン、セブンイレブンであり、日本におけるセブンイレブンいい気分と同様に因を踏んだものとなっている。1971年には多くの店が24時間営業を開始した。しかし、 1991年に経営破綻してしまう。これにより、フランチャイジーの伊東洋華同参加となって、社名を7-11 Inc. に変更する。2005年にはセブンアイグループの完全子会社となり、セブンアイのアメリカ法人という位置づけになった。現在はアメリカ本土で5000店を運営するほか、セブン アイグループの国際戦略の一翼を担っている。ありがとうございます。